阪神、使ったらダメな4人の選手が判明してしまう。こんだけ負けたの久々だよな。シーズン固定し続けたツケもあるけど、岡留とか全く使ってなかったし、ミエセスも終盤は野寺が優先されてきて全然出番なかったのに、ここに来てミエセスやからな。佐藤の後ろがノイジーミエセスとか点取る気あるのか聞きたいわ。別に西の起用には文句ないけど、なんで島本投げさせたんやろ。岡留使った時点で霧式島本はお休みほぼ確定ちゃうの。岡留も今後あんま期待薄いな。4対0の場面で四球連発はちょっと。ただこれに関してはシーズン中にいくらでも使えたのに、バカズ熊さん岡田も悪い。岡留は縦に落ちる球がないから空振り取れなくなって、粘られて四球というパターンになりがち。ストレートも威力はあるけど微妙に押し切れない。まあまだまだわからんよ。若いし、村上がこんなピッチャーになるって去年から当てた虎千民も解説も誰もいないし、いきなりこんな大舞台難しいよ。出す方がおかしい。あのな、そんなこと言ってる間に戦力外になってまうぞ。少ないチャンスで結果残さんと岡留は。確かに厳しい世界だけど、それはやっぱり厳しすぎる。岡留は悪いけど阪神一軍投手レベルじゃないと思う。来年は復調した岩坂浜地あたりに押し出されて二軍。ほんま岡留推してたクロート気取りのやつの脳天にチョップしてやりたいわ。まあこのシリーズで使えないやつがある程度分かってよかったやん。西、岡留、霧式、小畑使ったらダメや。霧式は左打者のワンポイントならあるが。なんで霧式？すまん、島本やった。